18世紀のタタールの女性タタールは、北アジアのモンゴル高原とシベリアと、カザフステップから、東ヨーロッパのリトアニアにかけての幅広い地域に、かけて活動した、モンゴル系、トゥルク系、ツングース系及びサモエード系と、フィンウゴル系の一部など様々な民族を指すごとして、用いられてきた、民族総称である。日本では、中国から伝わったダッタンという表記も用いてきた。 タタールと呼ばれる人々の実態は多様であり、その名が用いられる時代と場所によって指し示す民族は異なる。現在では旧ソビエト連邦を中心にシベリアから東ヨーロッパにかけて居住する中力系諸民族がタタールを自称するが、彼らは必ずしも歴史上タタールと称されてきたあらゆる民族の末裔ではない。現在タタールと呼ばれる諸民族は ロシア連邦内のボルガ川中流域に住む、ボルガタタール人、ボルガ川下流域に住むアストラハンタタール人、シベリアに住むシベリアタタール人、ウクライナ領のクリミア自治共和国に住む、クリミアタタール人、ベラルーシ、リトアニア及び、ポーランドに住むリプカタタール人などに分かれる。タタール人の人口が多い国はロシアで、統計上の総人口はおよそ550万人で、ロシア人に次ぐ、 多数派民族である。このうち数が多いのは、ボルガタタール人で、ボルガ中流域のタタールスタン共和国に200万人、隣のバシコルトスタン共和国に100万人が居住する。また、中国の少数民族の一つタタール族は、中国の新疆ウイグル自治区に居住する、ロシア系タタール人のことで、人口は4890人、タタールの語源は、コトゥルク語で、 他の人々を意味したタタールである。伝統的にはもっぱら、中国語では、ダッタン、アラビア語では、ペルシア語では、ロシア語では、西ヨーロッパの諸言語では、タルタルと表記される。タタルという語は、トュルク系遊牧国家である特決が、モンゴル高原の東北で遊牧していた、諸部族を総称して呼んだ多少である。この語は、トュルク語で、他の人々を意味するとされ、 その最古の使用例は、特決文字で記した碑文においてであった。まもなく中国側もトゥルク語のタタルを取り入れ、新語大誌や領誌において、トールタン、タッシュタンなどと表記したが、これは多少ではなく、彼らの自称であるといい、タタルを自称とする部族が形成されていた。後にタタルと自称する人々は、モンゴル部族に従属して、モンゴル帝国の一員となり、 ヨーロッパ遠征に従軍したため、ヨーロッパの人々にその名を知られた。ヨーロッパでは、モンゴルの遊牧騎馬民族がタルタルと呼ばれるようになり、その土地名も、モンゴリアという語が定着するまでは、タルタリーと呼ばれた。中でもロシア語のタタールはよく知られているが、ロシアはヨーロッパの中で最も長くモンゴルの支配を受けた国であり、ロシア人にとって、 タタールの首引きという苦い歴史として認識されている。東ヨーロッパでは、モンゴル帝国の崩壊後に、ロシアの終焉で、継承政権を形成したムスリムの諸集団を、タタールと称した。彼らの起源は、モンゴル帝国の地方政権のうちで、後のロシア領を支配したジョチュロスにおいて、イスラム教を授与してウルク化した、モンゴル人と彼らに同化した、土着のトゥルク系。 フィン・ウゴル系諸民族などで、これが現在のロシア、東ヨーロッパのタタール民族につながっている。一方、東アジアでもモンゴル帝国の崩壊後も、タタルな語は使われ続け、漢字で、ダッタンと記された。このダッタンは、かつてのタチタンではなく、モンゴル人全体を指しているため、使い方としては、ヨーロッパと類似している。以上のように、タタルという呼び名は、 特決秘分の多少に始まり、後に特決秘分のタタルから派生したタタル部が自称するようになった。同じく特決秘分のタタルから派生したモンゴルが巨大なユーラシア帝国に形成するとタタル部はその一員となるが、この時代にモンゴル帝国の遊牧民全体がヨーロッパ、中国からタルタルだったんと多少された。今は 主力ルク系ムスリムのことを指す場合が多い。特決碑文には、三十聖タタルや、特図タタルという複数の部族からなる集団が登場する。このうちの三十聖タタルは、中国史書に記されている失意に否定されている。8世紀の星をダム碑文に、バイカル湖の東岸方面のクリカンとシラムレン側の、北の間に、オトズタタルがいたと刻まれたように、特決の時代から、 失意は三十世タタルと呼ばれていたのであるが、一方で、シネウス秘文などに、徳津タタルという集団がセレンゲ川下流近くに居住していたことも記されている。徳津タタルと三十世タタルとの関係は分かっていないが、徳津タタルが三十世タタルと同じ起源であるとすれば、これも失意から分かれた集団であると推測できる。しかし、新五代史に記されているトールタンは、 マッカツの意志と記されており、失意の後ろ身とは記されていない。八百六十年代に、特津たたるは骸骨を滅ぼした、かつかつここを撃退し、オルホン川流域に拡挙した。13世紀に、モンゴルが兄弟になるまで、モンゴル高原の支配部族であった、ケレート王家はおそらく特津たたるの後ろ身である、可能性が高い。一方で、 失意の窮地に残っていた三十世タタルは、かつて特津タタルが住んでいたセレンゲ川上流域やケルレン川上流にまで重地を広げ、11世紀から13世紀にかけて活躍するモンゴルやタタルといった部族の起源となる。13世紀の東アジア諸国と北方諸民族。モンゴル高原中央部で、かつかつこの遊牧国家が倒れると、タタル諸部族は南下を開始し、 モンゴル高原の中部から東部に広く分布するようになった。高原の東南に遊牧していた機体が領を建国すると、これらの遊牧諸部族は領の支配を受け、時に領に反抗しながら部族の攻防を続ける。この時期に台頭したのが、ケレート部、ジャライル部、メルキト部、モンゴル部、バルグト部といった諸部族であり、これらと並んで有力部族となったのが、 タタル部である。すなわち、この時代のタタル部とはかつて、特決が三十世タタルと、多少した、失意の光栄の一部であり、タタルを自称の部族名とした集団であった。現朝騎史によると、タタル部族には、アルチ、チャガン、ドタウト、アルクイの四氏族があるという。一方、終始では、トトクリウとを筆頭に、同じくアルチ、チャガンの他に、クイン、 テレイとバルクイの経六氏族が数えられている。12世紀、南宋、近代の中国では、モンゴル高原東部、北東部に居住するタタルブなど諸部族を黒だったん、モンゴル高原南部に居住するオングトなど諸部族を白だったんと呼んでいた。タタルブは領に代わって成立した金と結んで、モンゴル部のアンバガイ館を殺害した。そのため12世紀末、 モンゴル部の部族長となったチンギスカンによってタタル部は滅ぼされた。やがてチンギスカンがモンゴル高原のモンゴルテュルク系遊牧諸部族を統合してモンゴル帝国を建てるとかつてのタタル部も勢力は振るわなかったもののモンゴル帝国を構成する一部族として存続した。終始ではチンギスカンのオルドの管理を行っていた最有力の 大破鶏が第一皇后ボルテを含め5人いたことが記されているが、うち、第五皇后、イエスルン及び、第三皇后イエスゲンの姉妹は、都督流とタタル士族の主張をイエケチェレンの娘であった。チンギスカンの養子としてホエルンらに養育された死に、クトクやクリノヤンなど、タタル部族は、士族それぞれが、チンギスカン家の核王家で有力な武将や因族として、政権の中枢を担った。 モンゴル帝国の諸政権のうち中国とモンゴル高原を支配した元は1368年に北へ逃れて北元となったがやがて1388年にクビライ直系のハーンが殺害されてクビライの王党が断絶しモンゴル高原東部の諸部族がオイラト部族連合を形成してモンゴル部族連合から分裂した こうして、クビラ洋刀断絶後のモンゴル高原では、モンゴル系の遊牧諸部族がモンゴルとオイラとのに、大集団に分かれて対立するが、中国の民ではこのうちのモンゴルを、元以来の古称で、モ古と呼ぶのをやめ、かつてのモンゴル系遊牧民の総称で、ダッタンと呼ぶことになった。このため秋世に記された資料や、明朝の聖史、民主では、モンゴルは、ダッタンの名で記録されている。 日本では、秋オの故障に従って、伝統的に、キオモンゴルのことを脱ン、あるいは、タタールと呼んだ。この名称の変化から、当時のモンゴル高原の形成であるモンゴルからの、オイラとの分立と、モンゴルオイラとの対立が、モンゴル部族連合がタタールとオイラとへ分裂し、対立したとして誤って理解されることも多い。モンゴルと自称する集団が脱ンと呼ばれるようになった。 秋代でも、モンゴル高原の東に住む女神は、モンゴルのことをマング語と呼び続けていた。後に、民に代わって、満州人が建てた清は、ダッタンの名称を採用せず、モンゴルの漢字表記は、ダッタンから、モロコに戻った。信代には、西トルキスタンに居住するイスラム教徒も含めた、北アジア、中央アジアの諸集団を指して、ダッタンという言葉が使われるようになった。 日本では、江戸時代から、沿海州アムール川流域を含む北アジア、中央アジアを指す呼称として、脱ンの語が用いられたが、領域や実態について、明確な定義は存在していなかった。中国や朝鮮では、女神、満州を含めて、北方の諸民族のことを、脱トリコダーツなどと別称することがあった。1917年のロシア革命によって、 国を追われたタタール人たちが日本に逃れており、彼らは日本に最初に入ってきたムスリムの集団とされる。彼らは日本にイスラム教を持ち込んだ最初期の集団であり、東京などに海峡礼拝堂などを作った。現代の中国において少数民族の一つとして認定されているタタール族は18世紀以降にロシアから移住したタタール人の子孫であり、 上述の脱端とは無関係である。ヨーロッパのキリスト教世界の中でも最も東に位置し、工場的にトゥルク系の遊牧民と接触していた、ルーシは1223年にモンゴル帝国の最初の襲撃を受け、1237年にはバトヒキール、精製軍の侵攻を受けて、ノブゴロド公国以外はすべてモンゴルの支配下に入った。ルーシの人々は、 おそらく周囲にいたポロ別などのトュルク系遊牧民が、東方のモンゴル系遊牧民たちをたたると呼んでいたのに倣って、彼ら東からやってきた遊牧民たちをたたると呼んだ。1245年、モンゴル皇帝、グユクに越見するためローマからカラコルムに向かった、ローマ教皇インノケンティウス4世の使者プラノカルピニは、往路途中、ルーシのことキエフが襲撃により、 今や廃墟であったことを記している。バトゥの生成で大被害を受けた粒子は、続けてバトゥが、ボルガガーカリに泊まって建国した、キプチャクハン国の支配下に入り、モンゴルへの服従と効能を強制された。モスクワ大公国が1480年に効能を廃止し、他地域も独立するまで、約200年前後にわたって続くことになる、このモンゴルタタールによる、 支配のことをロシア史ではタタールの区きと呼ぶ。キプチャクハン国のモンゴル人たちはやがて言語的にはチュルク語化、宗教的にはイスラム教化していく。15世紀にはキプチャクハン国は再編と解体が進んで、クリミア半島にクリミアハ国、ボルガ川中流域にカザンハ国、西シベリアにシビルハン国などが生まれるが、これらの地域では かつてのモンゴル系支配者と土着のトゥルク系などの様々な人々が混交し、現在クリミアタタール、ボルガタタール、シベリアタタールと呼ばれるような民族が形成されていった。タタールの中には、ロシアやルーマニアに移住して、キリスト教を受け入れて現地に同化する者も,も多く、現れており、ユスポフ家、カンテミール家など有力な貴族となった家もある。ロシアは、 16世紀頃までにタタールの首引きを脱するが、その後もクリミアやボルガ、シベリアなどに広く散らばるトゥルクモンゴル系の人々をタタールと呼んだ。ロシア帝国は18世紀までに、これらのタタールはほとんどすべてを支配下に置く。ロシア地下のタタールのうち、ボルガ川の下流域の火山周辺に住むボルガタタールが、経済的、文化的に成長し、 ロシア領内のムスリム中で最大の共同体へと発展していった。ロシアソビエト連邦では様々な民族に分かれたタタールたちをまとめてタタール民族として扱っていたが、それらのうちでタタールの自治共和国を持つことができたのはボルガタタール人のみであった。このためロシア領を話題とする多くの文脈で単にタタール人といった時も協議には ボルガタタール人を指していることが多い。13世紀から17世紀において、多様なタタール族が、ポーランド・リトアニア共和国に、移住や難民とし居住した。ポーランドをイコール・リトアニア大公は、高いスキルの戦士として知られていた、タタール人を好んだからである。13世紀から14世紀の間、リップカタタール人が移住し、15世紀から16世紀には、 クリミアタタール人とノガイ族などが移住し、ポーランド軍で高い評価を得ていた。16世紀から17世紀にボルガタタール人が移住した。主にリトアニア大公国に定住した。ポーランドにはリップカタタール人を筆頭に、ハザールを起源とするクリミアカライム人など多くのタタール系やトゥルク系民族が定住した。バトゥの生成は、 東ヨーロッパのポーランドからハンガリーまで達し、ルーシのみならず、西ヨーロッパカトリック圏にも大きな衝撃を与えているが、西ヨーロッパの人々は、ロシア語のタタールという名をさらに、ギリシャ語で地獄の住民を意味するタルタロスに重ね合わせ、モンゴル人たちをタルタル人と呼んだ。そしてモンゴル帝国以来、中央ユーラシア、中央アジア、北アジアの諸民族を、 タルタル人と呼ぶ用法が長く残ることになる。例えば、モンゴル高原や北アジアは19世紀まで西ヨーロッパの人々によってタルタリーと呼ばれており、その地の住民であるモンゴル系、チュールク系の遊牧民たちはタルタル人、タルタリー人と呼ばれ続けていた。17世紀に真を建てた満州人はツングース系の非遊牧民であるが、彼らもヨーロッパ人には、 タルタル人の一種とみなされていた。近代に中央ユーラシアの諸民族に関する知識がヨーロッパの人々に根付くにつれ、タルタルの名は使われなくなっていくが、その名残は現代において払拭されてはいない。例えば、ボルガタタール人などのタタールの名を関する民族が、英語圏で言及されるとき、タターズではなく、ドターズと綴られることもしばしばである。ありがとうございます。